株式会社東京テレポートセンターは東京都で東京臨海副都心を中心に東京臨海部でビル、施設等の開発運営などを行っている東京都などが間接出資する第三セクター会社である。東京テレポートセンター東京臨海副都心建設及び竹芝地域開発の3社は経営の安定化を図るため 1998年度からビル事業についてサブリース契約を締結するなど東京テレポートセンターに事業を集約化している。また経営安定化策として東京都は1999年度約2419万円を支出しており委託料として1998年度に約14億372万円。 1999年度に12億4201万円を支出している。会場公園管理についても委託料として、1998年度に約7億3452万円、1999年度に約6億1986万円を支出している。さらに、テレコムセンタービル用地及び、有明アンテナサイト用地についても、 優勝貸付などを行っている。しかし、このような努力にもかかわらず経営は安定しなかった。そのため、2006年5月12日に東京臨海副都心建設、竹芝地域開発とともに3社は民事再生手続き開始を東京地裁に申請した。負債総額は約3800億円にものぼり、 東京都と金融機関に対し2050億円の再建放棄を求め、東京都などの出資金合計546億円も100%減資した。債務を圧縮した後の2007年4月1日付で3社は合併し、東京テレポートセンター1社となった。2007年8月には持ち株会社の株式会社東京臨海ホールディングスの子会社となった。テレポートは、 ニューヨーク・ニュージャージーポート・オーソリティによって作られた言葉である。同ポート・オーソリティは人や物のコミュニケーション拠点を海運の時代ではシーポート、空の時代ではエアポートであったとし、今後の情報の時代にはテレコミュニケーションの港であるとしてテレポートと命名した。ユリカモメテレコムセンター駅から見るテレコムセンター、アリアケフロンテアビル経営状況は 1997年度に債務超過に陥り、2004年3月期の当期、損失額は10億4100万円、累積損失額は約246億2200万円、債務超過額は59億7000万円、長期借入金額は418億2100万円に上ったが、2006年5月、民事再生手続きの申し立てを経て、2007年度末には、 累積損失を解消した。対借対象表。株式会社東京テレポートセンター。2020年3月31日閲覧。AB、損益計算書。株式会社東京テレポートセンター。2020年3月31日閲覧。AB、令和元年度中間決済概要について。株式会社東京テレポートセンター。 2020年3月31日閲覧平成30年度人権費等の状況について。株式会社東京テレポートセンター。2020年3月31日閲覧当初は直接出資だったが、現在は臨海地区の第三セクターが東京臨海ホールディング参加に集約されて、同社の完全子会社となっているため、間接出資となっている。 東京都公安局東京テレポート構想参照平成16年度東京都管理団体経営目標の達成状況経営実績及び平成17年度東京都管理団体経営目標の設定状況の概要東京都総務局2005年9月14日ありがとうございます